チリクーデター。チリクーデターとは、1973年9月11日に、チリの首都サンティアゴでチレで発生した軍事クーデターのこと。世界で初めて自由選挙によって合法的に選出された社会主義政権を、米国政府及び米国多国籍企業による主導のもと、ピノチェと将軍の指揮する軍部が武力で覆した。ラテンアメリカで、 サハナショナリズムが勢いづいていた1970年、東西冷戦は、デタントの時代に入っていた、サルバドール・アジェンデ博士を指導者とする、社会主義政党の統一戦線である、人民連は自由選挙により、政権を獲得し、アジェンデは大統領に就任した。なおこれは、自由選挙を通じて、マルクス主義政権が樹立された、世界初の例として、世界の注目を浴びた。 しかし、アジェンデ政権の行う社会主義的な政策に対して、反米国従属のナショナリズムの波が、ラテンアメリカ全体に波及することを恐れた、米国多国籍企業及び、米国政府が反発し、富裕層によるエセデモ、金融封鎖による経済混乱、陸軍総司令官の暗殺、プロパガンダなどを通じて、地理軍部をそそのかして、反アジェンデで立ち上がるべく、仕向けた、 ちなみに、チリ軍部は、伝統的政治不介入で有名だった。そしてついには1973年、アウグスト・ピノチェと将軍らが率いる軍部が、軍事クーデターを起こした。首都のサンティアゴは芝叩く間に制圧され、わずかな兵と共に、モネダ宮殿に籠城したジェンデは、最後のラジオ演説を行った後、銃撃の末に自殺した。クーデター後にピノチェとは、 アジェンデは自殺したと公式に発言したが、実際には、モネダ宮殿ごと爆破されたため、当時は誰も遺体を確認できなかった。モネダ宮殿に籠城したもとでのアジェンデ最後の演説では、徹底抗戦の姿勢が示されていた。このため一時期反乱軍によって殺害されたのではないかとの意見もあった。2011年5月23日、当局は、 アジェンデの遺体を墓から掘り返し、再度検視を行うと発表。これにより死亡の状況が明らかになると期待された。同年7月19日検視が終了し、自殺であるとの結果が発表された。アジェンデが自動小銃を膝に抱えて引き金を引いた銃弾は2発発射されたとの結論だった。このクーデター以降、軍事政府評議会による軍事独裁政治が始まり、 労働組合員や学生、芸術家など左翼と見られた人物の多くが監禁、拷問、殺害された。とりわけ標的にされたのは、軍事政権の自由市場経済政策に反対の立場を取る者と、サンティアゴの貧民外の民衆だった。軍事政権は自国を社会主義政権から出した唯一の国と持参し、ピノチェとは、チリをプロレタリアの国ではなく、 企業家の国にすると宣言して、米国政府の期限を取った。しかし、ピノチェト軍事政権による人権侵害が続く中、ピノチェトと密月関係にあったレーガンに対する、米国連邦議会からの風当たりが強くなると、レーガンもピノチェトを見捨てるようになり、米国による後ろ盾を失った、ピノチェト軍事政権は1989年国民投票により、公開した。なお、 一般に9.11というと2001年のアメリカ同時多発テロ事件を指すことが多いが、ラテンアメリカでは1973年のチリクーデターを指すことも多い。1970年に行われた大統領選挙では人民連合は社会主義者、マルクス主義者として知られるアジェンで国民党は元大統領のホルヘ・アレスサンドリ、 キリスト教民主党はをそれぞれ擁立した。アジェンデが得票で首位になるが、過半数には至らなかったため、当時の地理憲法の規定に従い議会の評決による決戦投票が行われる。ラテンアメリカにおける脱米国依存のナショナリズムの拡大を懸念した ITT やペプシコその他、米国実業界はこの動きに危機感を抱き、アジェンデの大統領就任を阻止するようキッシンジャー。 およびクソンその他の米国政府高官たちに働きかけた。そして、決戦投票の38日前に当たる9月15日、ニクソン大統領は CIA に対し、どのような手段を使ってでも、アジェンデの就任を阻止するよう命じた。当時のチリ軍部は、アジェンデの大統領就任を静かに受け入れていたので、CIA は議会での決戦投票における票の買収と、 軍事クーデターという日本柱の作戦を立てた。チリ駐在米国大使は、チリの現職大統領に次のように言って、脅しをかけた。アジェンデ政権下では、ナットもボルトも一つとして、チリに入るのを許さない。あらゆる手段を使って、チリとチリ人を最低の貧困状態に陥れてやる。CIA はアジェンデを鬼として描くプロパガンダを展開した。 記者たちに金銭を渡して CIA 製の記事を新聞や雑誌に掲載させた。ラジオ番組では白紙の演技も行われた。番組の途中で銃声に続いて女性の悲鳴、息子がマルクス主義者にやられたとの叫び、など。CIA のサンティアゴ支局長はチリの共振的右翼の大役軍人ロベルト美容と接触した。そして、 彼が決起した場合にどうなるかを予測し、その場合には地理で大虐殺が長引いて内戦になるだろうと CIA 本部に伝えていた。この点について地理国家警察隊の交換から問われた彼は米国政府は気にしない。結果としての混沌がアジェンデ大統領を阻むのならと告げた。しかし陸軍総司令官の将軍は軍は 政治的に中立であるべきという信念の持ち主であり、米国の陰謀にとって邪魔者以外の何者でもなかった。そんなシュナイダーは、決戦投票直前の10月22日に襲撃されて重傷を負い25日に死亡した。すでに陸軍を退役させられていた将軍が関与したとして逮捕される。この件が逆に、地理の民主主義を守れと各党の結束を促す結果になり、 決戦投票でキリスト教民主党は人民連合を支持、同党の議員74名全員がアジェンデに投票したアジェンデ大統領が誕生した。米国政府は早速アジェンデ打倒の作戦に着手した。まず手始めに行ったのが対地理金融封鎖だった。地理の経済を混乱させ社会不安を煽り、それによって地理軍部が 反政府で放棄する口実作るのが目的だった。米国政府の直接の支配下にある米国輸出入銀行と米国国際開発庁は即座に対地利融資を停止した。米国が牛耳る国際金融機関である世界銀行と米州開発銀行に対しても対地利融資を停止させた。また、ニクソン大統領はヨーロッパ諸国に対しても 対地理融資を控えるよう圧力をかけた。当時の地理は全政権から引き継いだ債務が10億ドルに上り、また地理の産業も伝統的に米国からの融資に依存していたため、この金融封鎖が地理経済に与えた打撃は大きかった。金融封鎖と並行して米国政府は地理軍部に対しては法外な支援を提供した。資金面での支援だけでなく、 技術面での支援も惜しげなく提供し、軍事顧問団も派遣した。こうした一連の動きを通じて、地理軍部の多くの将校は、自分たちがクーデターを起こした場合に、米国政府が歓迎してくれるということを理解し始めた。とはいえ、1971年の段階では、地理軍部内のハナジェンダ派はごく少数だった。こうした外国からの妨害がありながらも、 政権交代後しばらくは経済も好調であった。そのため、1971年4月の統一地方選挙では、アジェンデ与党人民連合の得票率は50%を超え、大統領当選時より大幅に14.2%増支持を伸ばした。しかし、アメリカの支援を受けた反共主義を掲げる極右組織が次々に誕生し、CIA が 右翼勢力に対する公然非公然の支援を行い、政権打倒の動きを強めるなど次第に政情が不安定化する。とりわけ効力を発揮したのが CIA が資金援助して主導した伊勢でも、1971年12月、空鍋デモと CIA がトラック所有者に報酬を支払って観光させた長期ストライキ。 1972年10月と193年7月だった。前者は物不足を口実として富裕層の婦人連に行わせたデモでチリのすべての婦人がアジェンデに反対しているような印象を与えることを狙ったものだった。後者はチリの物流を麻痺させチリ経済に大きな打撃を与えた。それに先立つ1971年7月、チリ国会は 銅山国有化の憲法修正案を全会一致で採択した。この憲法修正は、公正なる保証を原則としており、接収対象の同会社、当時地理の銅山を支配していた米のケネコット社及びアナコンダ社に対する保証額、資産価値から過去の超過利潤額を差し引くことを可能としていた。そのため、結果的に保証額よりも控除額の方が大きくなり、 ケネコット社及びアナコンダ社に対する保証額はゼロになり、原則としては優勝ではあるが、実質的には無償という結果になった。チリの会計検査員もこの措置を指示し、保証は不要との決定を下した。しかし、米国のニクソン大統領はチリにおける接種の前例がラテンアメリカの他の国々に波及することを恐れ、以前にも増して、 対地理金融封鎖を強化した。このニクソン政権による対地理金融封鎖政策は、米国内でも議論の的となり、とりわけ金融封鎖に批判的だったエドワード・ケネディ、上院議員は次のように主張した。社会正義と政治的自由を積極的に追求している国には、我が国からどんどん二国間援助を提供すべきです、と。 ニクソン政権による対地理報復措置は金融封鎖だけにとどまらず、国営化された地理の銅産業を妨害するまでになった。まずは、米国内の地理政府の口座を凍結させた。これにより地理は米国に銅を販売することができなくなった。さらに、米国政府は、ケネコット社と共謀し、ヨーロッパに輸出されるはずの地理の銅を差し押さえるよう、ヨーロッパ諸国の司法当局に要した。 それだけでなく、米国政府は銅の生産に用いられる、機械類の部品をチリに供給しないよう圧力をかけることによって銅の生産そのものを妨害する作戦に出た。さらには、米国内に保有していた銅備蓄を放出することによって銅の国際価値を低下させるという工作もいった。こうして、輸出収入の80%を銅に依存していたチリは大きな打撃を被った。 こうした事態に直面したアジェンデは、同の接収の問題を国際仲裁によって解決することを提案した。ところが、ニクソン政権は、1914年の二国間条約を持ち出すことによって、アジェンデの提案をいなした。その条約には、一方もしくは、両方の国の自主、名誉あるいは重要な利益を害する、恐れのある問題、中略は、 どのような仲裁も受けないと記されているからというのがその理由だった。政権交代後にアジェンデが進めた請求な国有化政策や社会保障の拡大などの社会主義的な経済改革は自由経済であるもののその規模が大きいわけではない。当時の地理経済の現状にそぐわないもであり、それが結果的にインフレと物不足を引き起こしたとする説は 過去には聞かれた。とはいえ、アジェンデ政権が成立した当時の地理では人口の40%が栄養不良の状態に放置され、医療も受けられない状態だったため、事態は一国を争う状況にあった。また、銅山の国有化は地理国会ひいては地理国民が決めたことであり、アジェンデが進めたのではなかった。さらに、国営化の範囲も 社会保障の内容も1970年選挙の人民連合の公表に明確に謳われており、地理国民の信を得ていた。実際のところ、物不足とインフレの原因は米国による金融封鎖及び同業に対する妨害に禁する外貨不足にあったとする説が現在では圧倒的に優勢である。つまり、カラナベデモやトラック所有者ストも含め、米国のリチャード・ニクソン政権が、 各種の経済格乱行を行い、それが、地理経済に大きな打撃を与えたと言うべきである。こうして、アジェンデ政権末期には、地理経済は極度の混乱状態に陥るに至った。しかしそれにもかかわらず、アジェンデ政権に対する国民の支持は低下していなかった。1973年3月の総選挙では、人民連合は43%の得票で、 さきの統一地方選よりは減ったが、依然として大統領選を上回る得票、7%増で議席を増加させた、10議席増。政権の座について2年以上を経過してから、現職勢力が獲得した票の伸び率としては、前代未聞と言われた。この選挙結果を見た反アジェンデ派は、地理国民が社会主義を渇望していることを再確認し、 暴力と抑圧をもって地理社会を根底から作り変えるしかないと決意を新たにした。とりわけ、米国政府内では、この選挙をきっかけに、軍事的解決だけに狙いを定めるべきとする勢力が勢いを増した。ある CIA 職員は1973年4月、次のように論じた。我々の理解しているところでは、今後6ヶ月から1年の間に、 軍事クーデターを引き起こすことを狙った政策では政治的緊張を高めることと経済的な苦難をより深刻なものにすることに努める気です。特に国民の絶望という感覚が軍を動かすためにも仮想階級の間での経済的苦難が必要です。政治的野党、特にキリスト教民主党が計画している大衆運動に対する資金援助は この絶望という感覚を打ち消してしまい、経済を救う結果につながる可能性があります。とはいえ、対地理秘密工作を統括していた国家安全保障問題担当大統領補佐官、ヘンリー・キッシンジャーは野党に対する資金援助も続けた。とりわけ、地理の最大野党であったキリスト教民主党の右派、フレーパには莫大な資金を投入していた。 党の指導部に資金を渡したのではなく、右派の個々のメンバーに直接渡した。その結果、1970年の大統領選挙、当時は、左派が支配権を掌握していた同党は、右派が支配するようになり、数の上では、左派の方が多数派だったアジェンデとの協力を拒否して、軍事クーデターを死するようになった。同党右派は、クーデター後に、 軍は自分たちに権力を譲るものと信じていたからだ。そして、キリスト教民主党は1973年8月22日、アジェンデ政権を違憲とする決議案を会員で課させた。これにより、チリ軍部はクーデターの正当性を得ることになった。1973年6月29日には、軍と反共勢力が首都サンティアゴの大統領官邸を襲撃するが、 失敗した。このクーデター未遂事件は、軍内部でクーデター派が勢力を増しつつある一方で、まだ気が熟していないことを示していた。そして8月、シュナイダー将軍の後任で、やはり、軍は政治的中立を守るべしという信念の持ち主で、あった陸軍総司令官、その後国防省も兼任していたが、軍内部の反マジェンデ派に講しきれなくなり、辞任に追い込まれたことで、 軍部のクーデターの動きに対する内堀が埋められた状態となる。プラッツの公認の陸軍総司令官がアウグスト・ピノチェトであった8月24日就任。ピノチェトはプラッツの推薦により陸軍総司令官に選任された。この段階ではアジェンデもプラッツもピノチェトを信頼していた。この時期に至ってもチリ国民の間における アジェンデ人気は全く衰えていなかった。9月4日の人民連合3周年記念集会には約100万人のチリ国民が集結し、アジェンデ支持のデモ行進を行った。それは、チリ史上最多の参加者を集めたデモだった。これを見たクーデター派は、クーデターを起こせば大規模な抵抗活動が起きると考え、徹底した弾圧が必要との認識を再確認した。 クーデターの足音が迫る中、アジェンデは最後の手段に訴えようとした。国民投票を実施して、自身の政権の信任を問うことを考えた。彼は9月9日の昼、近く国民投票の実施を発表するとピノチェトに告げた、この時点でもアジェンデはピノチェトを信頼していた。それを聞いたピノチェトは同日中に他のクーデター首謀者らと会談し、クーデター結行の予定日を 当初の14日から11日に早めた。そして10日、アジェンデは閣僚会議の場で11日に国民投票実施を発表すると決定した。ところが11日の早朝、クーデターが勃発した。アジェンデの国民投票実施の声は国民に届くことなく終わった。あ1973年9月11日早朝、陸海空三軍のトップと 国家警察隊のナンバー2がクーデターを起こした。当時の軍部は地理社会の階層を反映しており、仮想は親アジェンデだったが上層部は反アジェンデあり、仮想のものは家族の生活のためにも上層部に抵抗できなかった。また、地理軍部はケネディ政権の時代から米国政府から大々的な支援を受けていたため、アジェンデとしても武力で抗うことは最初から選択肢になかった。 実際、彼は、クーデターの最中に6度も国民に向けて、ラジオ演説を行ったが、その中で、武器を取れと呼びかけることは一度もなった。また、クーデターが近づく中、カストロがアジェンデに対して、兵器の提供を提案したが、その兵器の利用もアジェンデは禁じた。こうした、アジェンデの武力嫌悪は、彼の老い立ちから容易に推察できるものである。結局、アジェンデ本人と、 大統領も枝を呼び、国家警察隊の中誠派だけが、大統領官邸を守ることになった。国家警察隊のトップは、アジェンデの側についていたが、クーデターの最中に組織内クーデターにより、ナンバー2が警察隊を乗っ取った。ピノチェトが、クーデター首謀者の一人であることをアジェンデが悟るのは、クーデターの最中のことである。アジェンデ大統領の周囲には、大統領警備隊など、 ごくわずかの味方しかいなかったが、それでも彼は、辞任やモネダ宮殿からの退去を拒否し、ホーカーハンター戦闘機と、気候部隊の激しい砲爆撃の名で炎上する、モネダ宮殿内で、自ら自動小銃、カストロから送られたものを握って、反乱軍と交戦中に命を落とした。アジェンデが自殺したことは2011年判明したが、その死因については不明である、自動小銃を膝に抱えて、 銃弾2発を発を射した。ちなみに、ホーカーハンターから発射されたロケット弾が極めて、正確に、大統領官邸、モネダ宮の扉を貫通しているため、パイロットは、米国人だったとする説もある。クーデター後直ちに、陸軍のアウグストピノチと、海軍のホセトリビオメリーの、ジョゼトリビオメリーの、空軍のグスタボ、レグストボリー、国家警察隊のセサルメンドサドラン、 シーザー・メンド・ザ・ダーンを構成員とする軍政評議会が発足した。当初、この4名は同等の立場に立つメンバーで、評議会の委員長は持ち回りとされていた。が、最年長ということで初代の委員長にはピノチェトが就任した。そのピノチェトは陸軍のトップかつ軍事評議会の委員長という二重の役割を利用するとで次第に権力を自分に集中していった。 同時に、クーデター直後から、チリ全土を恐怖に陥れた秘密警察事な、チリ国家情報局を、自らの直属の組織として創設することで、自分に敵対する者たちを脅すことができた。こうして徐々に独裁体制を固めていくピノチェトを見た、空軍の霊将軍は、クーデターに加わるのが遅かったくせに全権を掌握しているかのように振るっているとして、ピノチェトを批判したが、 1978年に軍事評議会から追放された。政権を握った軍部は、すさまじい左翼狩りを行い、労働組合員をはじめとして、多くの市民や活動家が逮捕、拘束、殺害され、その中には人気のあったホルクローレ歌手、ビクトル・ハラもいた。彼が殺された、サンティアゴの室内競技場には、他にも多くの左派市民が交流され、 そこで射殺されなかった者は東獄、あるいは飛行前に強制収容所に送られた。また、左翼系の書籍や雑誌はことごとく没収され、公衆の面前で紛書された。リクトル・ハラの音楽のマスターテープも破棄された。前年にノーベル文学賞を受賞した詩人パブロ・ネルーダ、地理共産党員であったは、ガンで病床にあったが、クーデターの直後に兵士が自宅に押し入り、 家を荒らされた上に、蔵書も破棄される老石にあった。9月24日に、帰宅状態となった病院に向かったところ、途中の検問で、救急車から引きずり出されて無理やり取り調べを受け、そのまま病院到着直後に亡くなった。またクーデターにより多くのサハ市民が外国に亡命したが、その中には著名なフォルクローレグループや歌手も多数含まれていた。先の陸軍総司令官、 カルロス・プラッツはアルゼンチンに亡命していたが、翌年74年9月に、ピノチェとの創設した秘密警察の仕掛けた車爆弾によって妻と共に暗殺された。また、アジェンデ政権末期には、軍部と連携して、妥当に動いていたキリスト教民主党もクーデター後に、非合法化され、75年10月には、党の前大統領エデュアルドフレイ・モンタルバの下で、副大統領を務めていたが、 亡命先のイタリアで妻と共に襲撃され、重傷を負った。これら一連の非公然のテロ活動は、自我単独によるものではなく、ブラジルやアルゼンチン、ボリビア、バラグアイその他ラテンアメリカ各国の軍事政権と秘密裏に連携し、互いの相手国に亡命した反政府派を拘束、あるいは殺害していった、いわゆるコンドル作戦の一環だったことが今日では知られている。 クーデターを主導したニクソン政権は、クーデターが成功すると自分たちの役割を小さく見せることを目論んだ。9月16日、ニクソンとキッシンジャーは電話で次のような会話を交わした。キッシンジャーが、祝杯でもあげてもらいたいところですが、アイゼンハワーの時代なら我々はヒーローですよと不平を漏らすと、ニクソンは録音されていることを意識して、だがな、俺たちがやったんじゃないぜ。 君も知っての通りだ。今回の件では、俺たちは、日陰下下者だと返した。結局、米国政府は、ピノチェとの地理を即座に承認することは避け、9月24日に、静かに承認した。世界で11番目だった。ちなみに、この承認を遅らせるという作戦を提案したのは、ピノチェとの側である。自分の政権が米国にとって厄介な問題になると、 ピノチェトが認識していた証拠との説が有力である。それよりも早く、クーデターの翌々日、13日に、米国は、ピノチェト政権を歓迎する、胸の公電が、ホワイトハウスからサンティアゴへ撃たれた。その公電では、軍事政権を支援したい、協力したいとしている。米国政府は、経済面でも、ピノチェト軍事政権を支援した。米国農務省は月と月に、 それぞれ2400万ドルを供与した。米国国際開発庁は3年間で1億3200万ドルを提供した。米国が牛耳る国際金融機関も対チリ信用供与を再開した。ピノチェとの側も抑圧のための装備品も含めて大量の兵器類を米国に注文し、米国もそれを歓迎した。その結果、チリは米国軍需品の輸入国として、 世界で第5位の地位についた。プロパガンダの面でも米国政府はピノチェトを支援した。その多くはピノチェト政権の国際的イメージアップを狙ったもので、地理のキリスト教民主党の著名な議員たちがラテンアメリカとヨーロッパを回ってクーデターを正当なものとして説明するというツアーの資金を提供した。ピノチェトの権力の源泉であり、 チリ全土を恐怖に陥れた秘密警察ジナも CIA と密接な関係にあった。ジナ創設時には組織化と訓練の面で CIA が協力した。ジナ内部に CIA 工作員を配置することを CIA 副長官が提案したこともある。さらにジナ長官のマヌエル・コントレラスは CIA から報酬を受け取っていた。それは CIA が進める工作でジナの協力が必要だったからとのことだ。1976年9月、アジェンデ政権下の外務大臣で中米大使の経験もあったオルランド・レテリエルが滞在先のワシントン DC でジナによる車爆弾で暗殺された。レテリエルはその1ヶ月ほど前にピノチェと軍事政権による人権侵害と 同政権による新自由主義的経済政策は表裏一体の関係にあるとする批判記事をネーション市で発表したばかりだ。この事件はよりによって米国の首都でのテロ行為であったため、当時の大統領ジミー・カーターが態度を硬化させ、一時ピノチェト政権との関係が悪化した。その後関係はある程度回復したが、元の状態にまでは戻らず、 アメリカ政府内にはピノチェトに対する不信感が残った。そして、米国の合法的居住者だった19歳のチリ人カメラマンが生きたまましつけられるという事件が、米国でも報道されると、米国政府もピノチェトから距離を置くようになり、スポンサーを失ったピノチェトは1990年に大統領を辞任する。レテリール暗殺がその原因ともなっていたとする説も、ある。日本では、 当時の政権与党である自民党のほか民社党などが反共主義を理由にクーデターを支持した。とりわけ民社党は塚本サブローを団長とする調査団を派遣し、1973年12月18日、ピノチェとは大内敬語の取材に応じた。塚本は帰国後、クーデターを天の声と賛美した。ピノチェとはクーデター後すぐにキューバとの国交を断絶。ソ連。 北朝鮮、ベトナム、ドイツ民主共和国、ポーランド、チェコスロバキア、ハンガリー、ブルガリア、ユーゴスラビアなどの社会主義国側も対抗して次々と断交に踏み切った。当時、西側諸国に接近していたルーマニア人民共和国と中華人民共和国だけ国交を継続した。国内ではピノチェとの強権政治が続き、依然として 反政府派市民に対する弾圧、非公然の処刑、暗殺や強制収容所への拉致、国外追放などが頻発した。同時に、シカゴ学派の新自由主義経済に基づく経済運営が行われ、外見的には経済は発展したが、同時に貧富の格差の拡大と対外累積債務の拡大を招いた。ピノチェト政権は政権中後期に混乱状態に陥った。 地理経済の実情を公表しなかった。ピノチェとの独裁政権は1989年に民政移管し、コンセルタシオンデモクラシアから、キリスト教民主党出身のパトリシオ・イルインが19年ぶりの選挙で大統領に当選、就任するまで続いた。そして、ピノチェとは大統領辞任後も、就寝の上院議員、陸軍総司令官として影響力を保持していたが、 独裁政治による弾圧や、虐殺行為、不正蓄罪などの罪で告発され、すべての特権を剥奪された。なお2005年9月に、チリ最高裁は、最終的に、ピノチェとの健康状態から裁判に耐えられないとして、左派の活動家に対する誘拐、殺人の罪状を棄却した。また、2005年10月には、ピノチェとと家族のすべての資産が差し押さえられたが、 結局彼自身が裁かれることはなく2006年に死去した、など。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。